こうやってされてる社の方、挙手をお願いします。3社でよろしいでしょうか。それでは MDS さんお願いします。はい、MDS さん本当です。今朝何者かによって市役所の脈々のモニュメントが傷つけられましたが、すでに警察の現場を調べたと思うんですが、今日のお昼までの対応とは今後の対応について教えてください。万博に対する万博推進局のものです。警察に対しては被害届が既に受理されております。で、脈々のモニュメントなんですけども、複数傷がつけられましたが、同色のテープで応急処置は完了しておりますので、遠目に見たらその、傷が目立たないような状況になってございます。で、今後本格的な復旧については今後検討を進めていきたいというふうに考えております。以上です。修繕費とかっていうのはどこから捻出されるんでしょうか。それいつもこれから検討します。ありがとうございます。すみません、別件知事にお伺いしたんですが、おととい旧ツイッター X で知事の偽アカウントがあったと思うんですが、発覚の経緯と今後の対応について教えてください。発覚の経緯というか、僕たまたま流れてきたのが見たので、知事が発見された、僕が流れてきたのを見たので、これはちょっと詐欺だろうなと。で、今テレビでもそうですけど、メディアでも発信されてるじゃないですか。堀江門さんとかひろゆきさんとかの名前を使って、その投資の誘致や、詐欺をすると。で、それに非常に困ってるんだっていうのをひろゆきさんとか堀江門さんとかが発信されてますけれども、全くそれと同じだなというふうに思いましたので、これは単なるいたずらというかではなくて、詐欺の可能性があると。これによって詐欺の被害を受ける人があってはいけないという思いから私自身も発信をしました。そしてまた警察に具体的にも相談をしました。警察において、どういう捜査が行われるかも分かりませんけれども、これは警察が行いますから、厳正に対処してもらいたいと思います。X 上では非常に僕も誹謗中傷を受けますし、違反も受けまくったりしますし、大概のことはもうスルーしてるんですけれども、ただ今回の件については被害者が出る可能性があるなと思ったので、看過できないと判断をしました。同種の例で具体的に被害に遭われた方もあるというふうにも社会で報道されてますので、やっぱりここは有識事態だと思います。これは僕に関わらずですけれども、そういった芸能界の人であったり、いろんな投資の著名人だったりっていうのを名前を使って、この X 上で誘致するのは、それはもう詐欺ですから、これ成りすまし詐欺の可能性が非常に高いですから、ぜひそこに関わらないように、騙されないようにお願いしたいと思います。また何か被害を受けそうな方はですね、すぐ警察に通報をお願いしたいと思います。僕自身も警察に相談をいたしました。こういった成りすまし詐欺、特に投資に関しての詐欺というのは今多いですから、ぜひそこは注意をしてもらいたいと思います。で、マイクさんについては本人のやつは青いバッジが僕もついてますので、あれですけれども、それがきっかけ、ちょっと分かりにくいところもありますので、全く写真とかも同じものを使ってますから、なので非常に悪質だと思います。なので実際警察にも相談してますし、いろんなそういう有名人というか著名人を使った投資詐欺には騙されないように願いをしたいと思います。またそういったことがないように警察の取り締まりをしっかりやってもらいたいと、そう思います。実際にその知事の偽アカウントで被害に遭われたという声は知事に届いてないですか。いや、ないです。それはたまたま僕が、見かけたので、これはちょっと感ができないなと。前もいろんな報道もありましたけど、 NHK も去年ぐらいから多分報道されてるのを見たりしてるので、ついこの間のサンジャポでもやってたんで、もうそれたまたま見てたんですけど、全く同じなので、これは感化できないなというふうに見て損だったので、被害者が出たらダメだという思いで発信をし、警察にも相談しています。それから被害者という意味では、先ほど の脈々ですけれども、万博に対して反対の意見というのがあったとしても、こういった暴力行為、犯罪行為はぜひ控えていただきたいと思います。警察にも被害届も出しました。で、これは公共物でもあります。いろんな意見があるのは分かる、反対の意見もあるのは分かるんですけれども、それを犯罪行為や暴力行為によって、
をするというのはやっぱりあってはならないので、それはぜひやめてもらいたいと思います。ありがとうございます。関西テレビさん、だから修繕費用なんていうのは当然損害ですから、犯人が分かれば賠償請求するということになると思います。まあ、逆の時に、まだ反対した方がやったかどうかはまだ分からない、反対した方がやったかどうかはまだ分からないと思うんですけど、いたずらであってもそういったことはできるか聞かれます。いたずらであったとしても、いたずらじゃなくて犯罪ですからね、これ。公共物においてああやって、すごい強い意志がないとなかなかあそこまでの、傷をつける行為っていうのはできないと思います。単にいたずらで、いたずらもダメですけど、ね、いたずらの範疇を超えて器物損壊ですから犯罪行為だと思います。なのでもちろんどういった方がやったかはわからないけれども、普通に考えたら脈々という万博の象徴ですから、万博に対してよく思ってないという人がやった可能性は高いですよね。わかりますね、どういった方が犯人かはわかりませんけれども、そういったことはやめてもらいたいと思います。もちろん今の段階でどういった人が、今の段階でどういった人が万博の賛成者がやることはないと思いますけれども、そういった動機じゃないか、動機まではまだ分かりませんから、確定的なこと言うつもりはないですけれども、もちろん賛否両論ある中で、否定的な意見も分かってます。でもやっぱりそういった暴力行為とか犯罪行為っていうのはどんな理由があったとしても、やめてもらいたいと思います。公共物であること明らかなんですが、大阪市役所の前にあるモニュメントです。そこは相当な意図がないと、あれだけで傷つけることはできないと思う。犯罪行為です。オープンスペースに置くことは変わりないと思います。修繕をしてやると思います。であまりこう柵とか作るのは僕は反対です。やっぱりそこで身近に感じてもらって、なんていうかな、写真撮ってもらったりだとか、いうことがやっぱり大事かなと思いますので、あまりこう柵を作ってやるようなものではないと思います。なので、もう犯罪行為が異常なわけですから、その異常なことによって何かこう、本来ね、みんな親しみや本当に多くの人が写真を撮ってくれたりしてくれてる、それがほとんどなんですから、そういったことが逆に阻害されることがないようにしていこうと思います。でこれ防犯カメラもありますからね、防犯カメラも映ってますから、この世の中でも言ったら怒られますけど、犯人乏しい人の防犯カメラ映ってますからね。こんな犯罪はすぐできないですよ。バレないと思ったら大間違いで、ちゃんとそういったことは防犯上の対策を取ってますから、ね、防犯カメラもありますから、そして、その犯罪行為してる防犯カメラも映ってますので、市役所の敷地ですから、そういった犯罪が遂行されると思わない方がいいと思います。当然警察でも被害届を出してますし、防犯上の措置も取りながら、ただ柵をつけるとかそういったことはするつもりは、これは大阪市が決め、大阪市が判断するんですけど、柵とかは決めを作るべきではないと思います。これがあったからといって、このこと自体がそもそも犯罪行為だとか許されないことです。犯罪行為を知ってるっていう防犯カメラについては警察の方に提出されたりしてるのか、当然警察に提出すると思います。もう今日の10時の段階で被害届を出してますので、ね、当然それは警察に提出するものになります。捜査については全面的に協力をしていきます。これは犯罪ですから。よろしいでしょうか。だからもしその犯行した人がいればね、
もう早く自首をしてもらった方がいいと思います。早く自首をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。それでは囲み取材終了いたします。